はい、それでは皆様お晩でございます。第11回となりますが、金山町立小学校統合準備委員会開会いたします。いつものようにお手元に、資料とそれから会議録配ってあります。それから資料なんですけど、ちょっと綴り方間に合わなかったんですけど、校章制定の募集要項案が1枚ペラでありますのでご確認ください。はい、それでは委員長から挨拶をお願いします。はい、皆様改めましてこんばんは。今回もご参集くださいましてありがとうございます。各両小学校におきましては、18日に金山小学校、それから25日に横田小学校、それぞれ無事に、運動会を、行うことができました。こちらにいらっしゃる皆様方はじめ、地域の皆様方、町民の皆様方には非常にご協力ご支援いただきましてありがとうございました。本日ですが、準備された案件またご協力によりましてスムーズに、お話を進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上でございます。はい、ありがとうございました。それでは3競技です。委員長の進行でお願いします。はい、それでは、順に従いまして競技の方を進めさせていただきます。それでは参考1番です。効果についてということで、まずは準局からお願いいたします。はい、それでは委員長に来ていただきまして、金山小学校校歌歌手の募集について括弧案ということで、事務局でまとめましたので、それに従って説明したいと思います。前回第10回の、会議の中で、皆様方からいろいろ案を出していただきました。で、校歌の歌詞について、募集しましょうということで案を作りましたので、まずはこれを説明してた上で、いろいろご意見をいただいて、最終的な形にしていきたいというふうに考えております。金山小学校にふさわしい校歌をということで、趣旨検討を重ねてまいりましたが、この度校歌の歌詞を皆様から公募することとなりました。下記要項によりふるって応募くださいますようお願いいたしますということで、以下要項案です。1番趣旨、括弧1、金山小学校が未来に向かって躍進する姿を力強く豊かに美しく表現したもの。2、金山小学校児童の成長発展の指標となり親しんで歌えるものという趣旨で、募集しますということです。対象ですが、まず金山町に居住する方、それから町出身の方、3番として町出身ではないが町に在住したことのある方、または町の学校教育に関係したことのある方ということです。内容と形式ですが、内容形式は自由とするが、上記の趣旨を踏まえ効果としてふさわしいものであること、用語は小学生児童が歌うのに適切な平易で親しみやすいものとする。形式は歌詞をつけて歌えるものとする。長さは小学校校歌ということからあまり長くないものとし、長くても2番までとするということです。それから作品の提出先と締め切りについてです。まず提出先は教育委員会内の、この統合準備委員会の事務局ということです。締め切りなんですが、令和6年空白になってますが、こちらで考えているのが8月31日までというふうに考えております。で、8月31日、8月末で、募集を締め切りまして、その後9月のこの委員会の中で、最終的に、歌詞を決定していただくというようなことで、前回公明の時にもと同じような手法で、2回ぐらいの協議を経て、最終的に歌詞を決定するということで、9月には歌詞を決定したいというふうに考えております。その後で、補作をお願いする場合もあると思いますが、それから曲をつけて最終的に効果とするということで、考えております。で、前回にもお話ししましたが、12月までに、年内中には効果を決定したいということで、1月2月3月と今の
子どもたちに校歌の練習期間ということで設けまして、来年4月の、 あの開校の時には校歌をお披露目というようなことで、考えております、それで今日は、まあ、これは事務局原案です。で今日いろいろ意見をいただきまして、次回6月のこの委員会の時に最終募集要項案ということで決定いたしまして、6月の27日が、区長文書の配布日ということですので、6月27日に、各世帯に配布いたしまして、募集を開始するということです。で同じ時期に、ホームページにも掲載をして、まあ、あのホームページ通じての応募も加速するというような形にしたいと思います。それからなお7月の広報金山にも、掲載をして周知を図るということで考えております。はい、事務局からは以上です。はい、事務局ありがとうございました。それでは、お話し合い進めていこうと思うんですが、本日の話し合いの見通しなんですが、今ほど事務局よりありました原案を揉んでいくというふうな形 で次回の6月の、住民会の中で、おむね決定していくというふうな流れで進めていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。はい、それではめくっていただきまして、資料の方を見ていただきながら1個ずつ確認としてご意見をいただきたいと思います。先日のお話し合いの中で、作詞作曲についていろいろご意見をいただきましてありがとうございました。それで、作曲曲の方につきましては専門性が必要ということで、専門家の方にお願いするというふうな形の意見が多数だったかと思うんですが、曲の方にはそのような形でということで、今日は、歌詞の方についてこの原案を進めて原案の方の検討を進めていきたいというふうに思っております。それでは、一番上なんですが、金山小学校校歌歌詞の募集についてあるとあります、読み直しはしませんが、このような形で公募をするというふうな形で進めていきたいということで、事務局より、提案がございました。公募というふうな形で進めていくことについてご意見がありましたらお願いします。応募でよろしいでしょうか。では、やる通りでは公募のことで進めていくというふうなことで、ではその下、詳細についてご意見を伺っていきたいと思います。金山小学校校歌歌詞募集要項案でございます。一番、趣旨についてカッコ1カッコ2ご覧ください。このような形で準備をしていただきましたが、趣旨については、文言等いかがですかね。付け足し、それから、原稿等、もしご意見あれば寄せてください。特に不足はないというふうに考えてよろしいでしょうか。はい、では趣旨はこのままこれでいきたいと思います。2番対象になります。提案としまして、括弧1金山町に居住する方、括弧2町出身の方、括弧3町出身ではないが町に在住したことのある方、または、町の学校教育に関係したことのある方というふうな形で、提案をいただきました。いかがでしょうか。町あるいは町の学校教育にゆかりのある方というふうな絞り方になってくるかと思うんですけれども、必要な方カバーされていますかね。私あるいはこんな風にというのがもしありましたら、じゃあこちらの対象に関しても、まずこちらでというふうなことで進めていきたいと思います。3番内容形式になります。括弧1番内容形式は自由とするが、上記1番の趣旨を踏まえ効果としてふさわしいものであること。括弧2番
用語は小学生児童が歌うのに適切な平易で親しみやすいものとする。過去3、形式は歌詞をつけて歌えるものとする。過去4、長さは小学校校歌ということからあまり長くないものとし、長くても2番までとするというふうなことで、まあ、小学校ならではというふうな部分も含めての提案であります。2番とかカッコ4番あたり、このような、まあ、ある意味条件をつけてという形になるんですけれども、まあ、小学校の発達段階に合わせてというふうなことの提案になるんですけれども、このような書きぶりで伝わりますかね。いかがですかね。あとカッコ4番、あんまり長くないものというふうなことで、はい、では3番の内容形式につきましても、おおむねこれでかということでよろしいでしょうか。はい、では4番に移ります。作品の提出先締め切りということで、まず括弧1、提出先としましては金山町教育委員会内の、事務局宛てということ。それから締め切りなんですが、空欄になっておりましたが、令和6年8月31日締め切りというふうなことでの、募集ということで、一番その手前の部分で6月27日木曜日に文書配布、それから7月の広報金山でも広報誌ということで、広く町民、町内外の公民を周知しての募集というふうなことにしたいというふうなことでありますが、時間的な余裕ですとか、そのあたりも含めて、ご意見いただければと思います。まず括弧1番の提出先なんですが、すみません、私ちょっと聞き逃したかもしれませんが、提出の仕方はあれですよね、紙媒体の提出、ね、もしくはメール等でということで。はい、はい、で、公明の時には町内の各所にボックスなんかも置いていただいたんですが、はい、こういう提出といいますか、あるというボックスとかは置かずにという感じになりますか。はい、そうですね、はい、そう考えてます。はい、という形で、例えば紙で出す場合には直接持参もしくは郵送という形になるのかなと、はい、それから、まあ、メールもありですかね。はい、メールもありはい、そういうふうな形もありというふうな2パターンを、まあ、準備考えていただいているのかなと思います。それから、括弧2番の締め切り、まあ、大体2ヶ月の、猶予といいますか、募集期間をというふうなことでの、ね、短いなんかもっていかがでしょうか。その締め切り後に関しましては、まあ、9月のこの委員会で発表をし、その後、作曲の方に渡して依頼をして、で12月年内ぐらいには、完成を見たいというふうなものでした。提出方法はまあそれで2パターンということでよろしいでしょうか。はい、お願いします。括弧1番ですけれども、はい、提出方法郵送かメールかであれば、ここに住所や名前を、はい、そうですね、載せた方が、はい、わかりました。はい、じゃあ私の部署にはそのような形で、はい、はいはい、ですね、そういうふうにしていきたいと思います。はい、方法先に関してはよろしいでしょうか。では、締め切りを含めた期間なんですけども、今お話ししたような感じで、まあ、2ヶ月間 の、 募集期間を持って、でその後というふうな形で、事務局考えていただいているんですけども、いかがですかね。
ではじゃあこちらも特にご意見なければ事務局提案の方で進めるというふうな形でひとまずよろしいでしょうか。はい、はい、では5番です。作品の審査採用作品の決定等に部分です。括弧1、応募作品は統合準備委員会で審査し採用作品を決定する。事務局のお話ですと9月の委員会で決定というふうなことでの、案です。括弧2番、採用作品は場合によって適切な方の補作を受ける場合があるということ。募集の際にこれもちゃんと記入して記述してというようなことになるかと思います。括弧3番、採用作品は適切な方に依頼し許可をつけて、完成公開とするというふうなことでございます。審査の方法につきましてなんですが、括弧1のような形で、いかがでしょうか。このメンバーで最終決定というような形で括弧の方は決定するということでよろしいですか。はい、あと括弧2、括弧3、完成までのというふうなことなんですが、必要に応じて補作をお願いしたりとか、あとは、作曲に関しては専門家にお願いするというふうなことでありますので括弧3のような形でというふうな流れになります。このような流れで確認したいんですがよろしいですか。はい、ありがとうございます。それでは一応今日の段階で、効果作成については、事務局の提案通りで進めて、いきたいというふうでよろしいでしょうか。あ、お願いします。公募をして万が一応募がなかった場合の手当を決めておかないと、それをいつの段階で次の策をっていう、それも含めて決めておかないとなかなかスケジュール的に難しいかなと。2ヶ月あるから、例えば1ヶ月な、まあ、前回金山小学校の応募は1ヶ月でしたよね。だから例えば1ヶ月経って募集がなければ、なるほど、その対象をもっと広くとにかく誰でもいいよっていうふうに、いわゆるその枠を外すとか、あるいは専門家に依頼をするとか、そういうことも決めておかないとスケジュール的に厳しいのかなという感じはします。はい、ありがとうございます。はい、事務局今のご意見に対して、はい、今の段階で何かこうお考えというのはありますか。やっぱり途中で一回状況を考えなきゃいけないと思いますね。8月の例えば15日お盆の頃までに集まってないと、全然届いてないっていうようなことであれば手を打たなきゃならないですね。で、まあ、どなたかにお願いするようなことも事務局としては考えておかないといけないかなと思いますので、例えば影山出身のものを書いていらっしゃる方とか、詩を書いていらっしゃる方とかいらっしゃらないわけではございませんので、その辺のことも考えておいて、ダメな場合はこの方にお願いするっていうような形をしていかないといけないかな。はどん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 遅れてしまいます。この通りに行けばいいんですかね。そのいつそれを決断するかということを決めておかないと、それから例えば専門家にお願いするとしても、どなたにお願いするのか、その方がどういうような作品を書いてらっしゃるのかということも含めて、やはり協議しておかないといかんと思うんです。期間もあるわけだから、ただまあそうならないように進めていくっていうのは、まあ、これは基本的なことで、どなたか出してもらえるような手立ては取っていかなきゃいけないと思うし、例えばまあ出身の教職員の方でも、こちらに勤められた方でよく何か応募してらっしゃるような方については、やっぱり、こちらから送って
出していただけませんかみたいなこともやる必要があるのかなとは思うんですけれども、全ての方に、教職員やられる方全ての方には送れないと思いますが、よく物を書いてらっしゃるような方がいらっしゃったら、こういったことを送ってみるとかね、やっていただけるかどうかは分からないわけですが、そういったことで、幅広く、応募してもらえるような方法と、あとは首都圏同窓会のようなものもありますので、そういったところにも送ってみるとか、あと東京金山会、この間行ってきましたけれども、そういった、方々にも送ってみるとかね、そういった方法をして少し広げることが可能かなと思います。じゃあ二の手三の手っていうのをちょっと備えておいていただくということになりますが、その時期ですとか方法っていうふうなことを、じゃあどうしますか、次回の委員会でご提案、はい、いただけますか、ね、はい、分かりました。はい、実際そのような形で一回ね、準備から提案していただくというふうなことで、その提案について皆様でまた検討していただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。その他、今のは、長田梅というふうなところもあるんですが、極端に少なくて1件2件しかなくて、その中から選ばなきゃいけないってなった時に、委員会の方でこれってどっちかから選ばなきゃいけないのかなってなった時も、ちょっと考えておかなきゃいけないのかななんて思うんですが、そういうこともあるんですね。はい、実際に北方の方での例前にありましたが、出させていただいたんですが、該当作業がなくて、改めて学校の先生に作詞をお願いしたという経緯がありますので、そんなことも考えておかなければいけないと思います。そのあたりも含めて、2の手3の手ということで、はい、参考にお願いしたいと思います。はい、はい、その他ございますか。はい、じゃあ、そうですね、一通り見ていただきましたが、言い忘れたとか、やっぱりなんていうのがありましたら、最後にちょっと寄せていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。はい、ありがとうございました。では、こちら提案いただいたことをもとに、事務局の方で、次回ですね、広く広報する提案といいますか、こちらの方をお示しいただいて、というふうな形で、進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。効果に関しましてはここまでなんですが、よろしいでしょうか。はい、では括弧2番に移ります。交渉についてです。こちらでも事務局の方またよろしくお願いします。はい、それでは1枚だけの、資料になりますが、金山小学校交渉制定募集要項案ということで、お示ししておりますが、実はこれは何というか、効果と違ってまだまだ本当に、ぼんやりしたというかで、実はこの募集要項案は現在の金山小学校の校章を、募集した時の要項、そのまま、ほぼそのままです。で、事務局としてはその校章についてはどうしようかということは、効果よりも、まだ全然明確になっておりません。で、前回の第10回の委員会の中で交渉についてもいろいろご意見いただいたんですが、今回これ見ていただいているのは本当に参考に、前回金山小学校の時はこうやりましたということで、お示しする程度というふうに、お取りいただきたいと思います。一応中身を読みながら説明したいと思います。まず趣旨ですが、校章は新しい金山小学校が未来に向かって躍進する力強い姿や、児童の求める理想などをイメージしながら、しかも金山町の豊かな自然と地域の人々の連帯感が十分に表現されているものとする。で、募集の対象ですが、金山小学校の児童、保護者及び教職員、
2番として金山町に居住するもの、3番内容形式です。内容形式の表現は自由とするが、上記の趣旨を生かし交渉として適切なものであること。1,2,3 とありますが、文字形は自由、ただし色は3色以内とする。2として配布する画用紙を用いることということで、あの画用紙も同時に配ってそれに、書いてもらうというようなことの提案です。それから大きさなんですけど、これ縦何センチ横何センチっていう記入が、ありました。あの前回金山小学校の場合、この2番の配布する画用紙なんですけど、これが葉巻台の大きさということでした。でちょっとあの事務局でも葉書ではちょっと小さいんで、せめて A5 ぐらいとかぐらいかなというふうに考えてますが、まあこれどうするかもです。それから縦横のその長方形というのも、ちょっとこれもあの、まあ、その英語だったら英語の中に収まるものということなんですけど、あのまあこういうことですね。それから各自の応募点数は特に制限はしません、何点でもいいですということです。それから共同作品もカットするということで、何人かで相談して、デザインを決めてもいい。それから作品は原則として返却しない。で募集締め切りは、まあ、とりあえずプランです。それから審査採用作品の決定ということですが、この準備委員会で審査して決定しますが、採用作品適切な補作を行う場合がありますということです。まあ、これについてはあの今回参考にということでお示ししてあります。まあ、あの本日皆様からいろいろご意見いただければ、あのなおそれも参考にしたいと思いますが、はい、そのようなことでよろしくお願いしたいと思います。はい、事務局ありがとうございます。まずはあの今回とあと次回で効果の方であのある程度位置につけてからというふうなことがありましたが、今日あの参考までにということで出していただきました。まだあの段階でもちろんあるんですけれども、今の段階でこちらご覧いただきまして、交渉に関しまして何かございましたら、あのぜひ意見を寄せていただきたいと思います。お願いいたします。前回の金山町のまず基本にして作っていただいたということになりますが、はい、次です。何点かありますが、募集対象は金山小学校の児童では児童はまだ誰もあそこはですね、この場合金山小学校に通う人になる児童っていうふうにすると、今度は6年生はバイトから外れてしまうことになりますので、この辺をどうしようかなって。6年生は金山に居住するものでいかれちゃうんですか。そうですね、はい、すいません。それからですね、パソコンで今作る方も随分出てくるんじゃないかって、一応これ手書きを前提としているのかなと思いますので、その作成の方法であるとか、その用紙ですね、そういったもののことが付け足しがあった方がいいのかなと思いました。はい、以上です。はい、ありがとうございます。ということで、じゃあ事務局の方でまず募集対象のところのカテゴリーと、はい、はい、あと多分内容形式はそうですね、今のちょっと時代中なのもあるかと思いますので、と検討していただいて、ね、はい、手書きの場合とあとパソコン等を使ってのというふうなのもあるかと思うんですが、さらに検討していただいてまたお提案いただければと思います。その他気づきの点ですとか疑問質問ですとか交渉につきましてありますでしょうか。じゃあまた交渉に関しましてはしっかり時間をとって、一個一個ご意見をいただく、そして決定に道筋を立てていくというような形になるかと思いますので、こちらの用紙の方もお持ちいただきまして、またご意見といいますかイメージの方を持っていただければというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。では括弧2番交渉についてもよろしいでしょうか。
では、佐藤さんはその他に移ります。事務局、事務局をお願いいたします。はい、次回の開催日程についてです。先ほど、校歌の、公募のことで、お話しいたしましたが、次回は6月の12日水曜日というふうに考えておりますが、いかがでしょうか。実は14日から議会の6月定例会始まるので、その前に開催したいなというふうに考えておりまして、12日水曜日ではいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。では次回第12回の統合準備委員会ですが、6月12日水曜日、18時半、同じ場所ですというふうなことで のご提案なんですが、今の段階でいかがでしょうか。よろしいですか。はい、では今の段階でよろしいということで、はい、はい、それではこのようにお願いします。はい、その他事務局からはございません。はい、特にないです。はい、はい、はい、では皆様のご協力ありがとうございました。以上で協議事項準備案件は全て終了となります。事務局にも了解いたします。はい、ご協議ありがとうございました。4番その他でございます。協議事項に、関わらずお出しいただきたいと思います。事務局としては特にないんですが、はい、よろしいです、ね、はい。それでは本日の委員会は以上で閉会といたします。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。